皆さんこんにちは、初星シビの達也です。いやー、夏だね。今日はですね、渋谷に来たんですけど、サングラスが見たいなと思って、去年僕がお邪魔したサングラスのセレクトショップに当たろうと行きたいと思います。いや、今日はどんないいサングラスが見つけられるか楽しみです。ということで聞いてみよう。なんなかった。ここが僕の行きつけのお店、クライアユヤです。ということで早速中に入ってみたいと思います。行こう。こんにちは。こんにちは。初星シビの達也と申します。改めて自己紹介していただいてもよろしいですか。クライアユヤのマネージャーの矢沢です。ダンスです。お願いします。僕の動画を見て来たお客さんが来ましたが、すごいですよね、反響が。はい、いや嬉しい。嬉しいね。達也さんの YouTube を見て知ってもらったようなお客さんはたくさん。本当にありがとう。そうですよね。はい、僕らは少々してこれやりますみたいなので、そう来る方もいらっしゃいます。じゃあ、今日はですね、前回からもいろいろクライアユヤさんも変わってると思うので、新しいサングラスとかいろいろ見させていただけたらと思ってます。ということで早速見ていこう。ここにかっこいいマスコットたちがいっぱいあるんだよね。僕あの初めてここに来て買ったのが、はい、モスコットなんですよね。モスコット見てもいいですか。ぜひ。もともと100年以上続くニューヨークの老舗のメガネ屋さんですね。でそこがこうオリジナルのメガネブランドとしてこう展開したのが始まりです。ニューヨークにこう集まる俳優アーティスト、そういった人たちにも愛用されるようになって、こう今ではもう人気ブランドの一つになってます。めちゃくちゃ人気だよな。モスコットといえば箱がね、僕好きなんですよ。かっこいい、これ。確かにかっこいいな。この箱に写ってるのもこのモスコット創業当初の最初のお店の写真ですね。こうやって開けるんだよ。書類の昔のやつ。うわ、やば。ちょっと今回メタルフレームの何か見たいなと思って、メタルフレームのおすすめですと、はい、このゼブというモデル、すごく人気のモデルですね。これあの川口春奈ちゃんがかけてるモデルらしいです。あ、そうなんです。でもすごい下調べがさっき教えていただきました。あ、かっこいい。で、こっけ。あ、いい。いいですね。これは似合いますね。ちょっといいぞ、これ。なんかこう、クラシックなんですけど、こう、今の洋服の感じにもすごくこうフィットする。あんまり行き過ぎてない感じがいいですね。せっかくだから、あの普通の黒縁の方かけたいなと思うんですけど。人気のこう形の一つ、ミルゼっていう、ちょっとこう、丸みのある形ですね。持ってました。クリアレンズ使ってたんですけど、カラーレンズ入れた感じも見たいなと思って。サイズがワンサイズ大きくなるんですけど、これがサングラスタイプですね。かけます。お願いします。あ、いいな。いや、これがサングラスっすよ。まさにですね、海外っぽくない。なんか前回お求めいただいたマルジェラのもちょっと横がスッキリしてるような。確かに、ね、確かに確かに。いや、やっぱモスコットはいい。いい。僕が初めて買ったのはレムトッシュなんですけど、はい、この辺のね、烈光柄挑戦してみたいなと思ってるんですけど、ちょっとハードル高くないですか。かけてみると意外と馴染みますよ。あ、本当ですか。はい、シャキーン。あ、いいじゃん。え、かっこいいよ、すごい。あ、かっこいい。かっこいい。めっちゃかっこいい。あ、レムトッシュ、やっぱ形かっこいいっすね。個人的にうっすらこう目が透けるぐらいの透けるぐらいの方がかっこいいなって思うんですけど、はい、皆さんまだマスクをしてサングラスとかつけられるので、うん、もう目が透けるぐらいの色をお求めになる方がほとんどですね。あ、時代だ、今の時代。時代だ。素晴らしいです。素晴らしいです。スコットはね、人気な理由がわかりますね。そうですね。
達也くんは今あのサングラスが似合う顔だって言われて照れてるんです今。あのらしいです。らしいです。ね、はい、そうですね。メガネが似合う似合わないってあるじゃないですか。はい。それってなんかどういうところがポイントになってくるんですか。まずはやっぱりその人のこうお顔のサイズに合ったこうフレーム選びっていうのが大事ですね。でお顔に対して小さすぎちゃうと膨張してお顔がより大きく見えちゃったり、小さいお顔の人がすごく大きなサイズをかけるとあられちゃんみたいな、はいはい、そのあたりをしっかり選ぶと、うん、ここに来たらね教えてもらえるんで、あの僕前回ここに来た時に、はい、あの気になってたけど見れなかったプランがあって、アイバンってプランですね。これねずっと気になってたんですよ。アイバンってこの国のブランドなんですか。アイバンは日本のブランドですね。あ、日本なんですか。はい、アイバンは72年創業です。一回85年にお休みをしてるんですけど、またこう最近になって復活してきます。これがすげえ気になるんですよ。見て超かっこいい。あ、骨組みみたいなのがこう、そうそうそう、骨組み、このスケルトン感俺好きっすわ。あ、いいね。いやー粋ですね。粋ですね。ピンクベージュっぽい。あ、あらおしゃれ、すごい。どうすか。いや、おしゃれ。あ、いいですね。おしゃれっすね、これは。ルーミンっていうモデルですね。たっちゃん、あんまり暖色の服着るイメージなくて、あ、の中で今日みたいにさ、こうモノトーンでさ、服合わせた時にさ、暖色入れてあげることによって柔らかくなるよね。確かに。うわ、アイバンいいな。これいいな。やっぱね、ラグジュアリーブランドのサングラスを見てみたいなと思って、うん、これ気になります。おいしょ。セリーヌですね。セリーヌ、セリーヌってもう、なんだろう、おしゃれっすね。今、エディ・スリマンがデザイナーになってさらに人気なんで、この青とか普通にも、はい、うわ、あ、かっこいい。うわ、きた。いや、きた。ラグジュアリー、めっちゃ品がいいっすね。俺が去年買ったマルジェラをかけた感覚と同じぐらい。そうだね。あれを感じました。やっぱいいっすね。うん、こうあんまりこうごちゃごちゃしてない、こうすごくこうミニマルな、すごい気にしたかっこよさっすね。かっけえ、セリーヌ。うん、去年撮った動画、はい、あのサムネイルにこのネイティブサンズっていうブランドの、はい、サングラスかけたら今すっげー伸びてて、今おすすめのものだとこれですね。上のもそうだったんですね。あ、かっこいい。いわゆるさっき言ってたやつね、うん、あ、ネイティブサンズやってるの滝沢慎介さんですよね。数年前に離れたらしくて。あ、そうなんだ。ネイティブサンズ、滝沢慎介さんってネイバーフットっていうストリートブランドやってて、バイカーのブランドだから、もうこれはもうガチガチにそれを感じるっていうか、奥様も人気なの僕知らなくて、滝沢さん、滝巻さんもかけるから、その女性にも結構人気だったりしますよね。ですね。知らんかったな。あのちょっと高くかけるとね。あ、ダメ。そう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 、ね、その。あ、そういうことです。あ、かっこいい。なんかその横の金属の金具とかもこうバイクのパーツをモチーフに作ってたりとかしますね。これでもあれだな、永瀬くんみたいな男が。あ、そうね。いやもう。あれ。こちらに。そうっす。ここ。でもかっこいいな。俺そっち側の人になった今。永瀬くんなった。でも永瀬さんもこうご愛用されてますよね。そうなんだ。ネイティブサンズ、はい、やっぱりいいっすね。じゃあネイティブサンズもっとかけたいっすね。かけたい。ちなみにこれもすごく面白いですね。あ、いい。これいいですね。今の心境は、うん、これ似合わないやつ、うんうん、これ意外とかけると馴染むんですよね。信じていいっすか。お願いします。あ、え、ほんとだ。気になんない。ほんとだ、ナチュラルにハマる。意外と自然にハマるんですよ。モルグリーンっていう昔のコーラとかの瓶の色をモチーフに作った色らしい。渋いっすね、それ。めっちゃおもろいっすね。いいな。おしゃれさんですね。おしゃれさんですか。続いてはこちら、やっぱりね、大人気の ADSR 来ました。見ていきたいと思います。あざす。大阪のストリートカルチャー結構熱くて、30代ぐらいの
男性がいろんなことやって、靴下やったりとかサングラスやったりとか、でここの人もなんかシュプリームで経歴がみたいな。 ADSR ってまず第一に浮かぶのはコスパが高くないですか？本当にうちの中でも一番こうお求めやすい価格帯ですけど、クオリティは日本製でしっかりしてますね。まず俺 ADSR っつったらね、このね、この形なんだよね。あ、そうなの。ちょっと六角っぽい。これはクラウンパントといって、昔のフランスの形なんですけど、上にクラウンってこう王冠をかぶせたみたいに、ここがちょっとこう角張ってる。かっけーなくても分かる。これ絶対似合うと思うんですよ。似合う。こちらの感じ。ああ、いいね。ああ、もう似合ってますね。似合ってますね。ADSR でも本当にこう、一番人気モデルですね、これが。そうそうそう、はい。かっこいいもん。このレンズもフラットレンズっていう、こう、真っ平らなレンズが入ってるんで、ちょっとこう、雰囲気が変わるんですよね。あ、なんか、はい、こう、動くとさ、テカるじゃん。うん、テカる。テカり方がね、違うんだよね。ちょっとね、鏡面っていうか、ガラス、ガラスみたいな感じ、もうすごい。違うね。若い人は一旦それかけてみてほしいね。そう、最初の一本としてもすごいおすすめですね、うんうん。新作がこの辺りですね。この辺が新作なんですね。はい。面白い形がありますね。ちょっと横長でこう太めの感じが今期 ADSR は人気ですね。僕はもうちょっと最近は横長のサングラスしかかけたくないぐらいに。かっこいい。かっこいい。Y2K って今2000年代のファッション流行ってるんですけど、バレンシアガとか今絶対こういう感じ、サングラス横長のサングラスなのかなっていう。それこそマトリックスもそうだけど、これだってもうやりたくなっちゃう。いや、そうなんだよ。でこれだよ。こうね、こうこういうやつだろ、これ。サイドエフェクトっていう。来ましたよ、達也さん。これなんか見たことあるぞ。知ってるやつだぞ、これ。あ、達也さん、これなんか見たことある形っすね。見たことあるし、かけてる人のシルエットも見えてきますね、そっから。見えてきますね。なんかこんな服作ってそうだよね。それ作ってそうっすね、なんか。ディレクション南さんが関わってて、そのヴィンテージのメガネ屋さんと、日本のヴィンテージのメガネ屋さんと、その南さんが、一緒に、こうディレクションしてる方ですね。これかけてみていいか。はい。これ絶対似合う自信が一番ない。今日で。今日で、ね、いいっすか。あ、もう、面白が強いね。面白が強い。あ、これはちょっとね。一番ダメだろ、これは。あ、それはやばいな。これはもうさすがにですわ。あ、でもなんか、ダメだろ、これは。つけられてる感が。やっぱまだあそこにはいけないか。まだあそこにはいけねえ、あのレベルには。あ、でも、え、かっこいいよ。うんうんうん、これもだいぶイエローだぜ、世界観。世界観だいぶイエロー。あ、いいじゃん。うん、それいい、すごい。そのレベルにならなきゃいけないね、たっちゃんも。何目指してくるはい、今日ね、いろいろサングラス見させてもらったんですけど、この中から気になった何本か選んでピックアップしてみたいと思います。以後、ここも使うからね。はい、ということで僕が選んだのがこちらの ADSR のサングラスと、こちらのネイティブサンズのものを選びました。 ADSR は本当比較的手が届きやすいですよね。ですね。ネイティブサンズはどうですか？ネイティブサンズはやっぱ大人っぽく、はい、さらにこう私たち格上げしてくれるいいサングラスになると思います。こっちも俺が選んだんで間違いないです。ジャンルは違うけどドメブラですから。確かにドメブラ
まあ、僕ね、今日いろいろサングラス見させて思ったんですけど、まあ、やっぱりなんだかんだ自分のかけたいサングラスをかけるのがいいんじゃないでしょうか。どうですかね。そうだと思います。言わせたな今。ということで、サングラス欲しい方ぜひクラインアユナに来てみてほしいです。ぜひお待ちしてます。毎年この企画のやつもいいかも。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。あのパソや簡単に食べれる立ち食いそば屋さんなんだけど、うん、ほらあれお店の前で薄で、あ、本当や、うすすや、うすすがあるぞ、うすす。レッツゴー。やっぱ夏はそばだな。うん。これそばにはうるさいからな。僕は頼んだわ。とんもそばです。あ、そうなの。うまそう。いただきます。ナイス場所。麺がいいわ。そう。固めの。固めの。平麺で。そう。そう、サンキュラストビン。いや、よかったな、クラインアイデア。なんかさ、1年ぶりに行ったけど、今日いろいろ新しいブランドが見れて、いいセレクトは変わってなくて、今年の夏もバンバンサングラスかけたいなって思いました。うん。じゃあ、たっちゃん、今日も閉めちゃいましょうか。いや、そばもうまかったし、やっぱり夏はバソとサングラスだね。ナイス。